はい、ということでね、前回からの続きで、僕の住むね、北海道帯広から、出身の福島に里帰りするよということで、まずね、こういうご時世の、こともありますんで、まず PCR の検査をね、受けるために、空港の中に、検査できる場所があるということで、こちら、PCR 検査ができる木下グループ PCR 検査センターっていうとでころきに来た。ました。なんとね、こちらの PCR 検査センター、北海道民は、無料で PCR 検査が受けれるっていうキャンペーンをやってまして、ここに2500円とか1900円とかって書いてありますけど、今回、行きも帰りも無料でした。今回の旅でね、実はホテルに泊まる場面が出てくるんですけど、そこでこの検査がね、すごい役立つ場面が実はありました。特にもかくにも、まず飛行機の前はね、喫煙者はタバコを吸いだめしとかないといけないんで、喫煙所でタバコを吸います。はい、今回利用する飛行機はピーチでございます。いや、このありがとうピーございチます。ができたおかげで本当にね、福島への里帰りが本当に低コストで実現できるようになりまして、本当に感謝しかないんでございますけれども、これがなかった頃はね、北海道から福島に帰ろうと思うと、新千歳空港から、福島空港行きの、飛行機ですね、だいたい片道1万5000円から3万円ぐらい納めて、やっと行けるっていう感じだったんですけれども、このピーチね、福島空港には行かないんですけど、隣の県、宮城県のね、仙台空港というところにね、連れて行ってくれるんですよ。で、仙台空港に行っても、福島空港に行っても、僕のふるさとであるね、福島県の川俣町というところから見るとね、あんまりね、距離がそう大きく離れていないんですよね。っていうのも、実は福島県って、日本で3番目に大きい県でして、北海道、岩手県、それに次ぐ福島県、なかなか大きいもんですから、場所によってはね、仙台空港、そんなに離れてないんですよ。福島空港が近いのは郡山から、南側のエリアになるかなと思うんですけど、僕ちょっと北側のエリアなので、そんなに、仙台空港がね、離れてないという非常にラッキーな状態でございます。僕ね、小さい頃はね、パイロットになるのが夢でね、どうしても未だにこの飛行機に乗るとちょっとテンションがね、気持ちがちょっと高揚してしまうんですけれども、このね、翼でもって、メカニズムはよく分かってないらしいですけど、こうやってスピードをつけて飛ぶと、上に登れて、下に降りて、ものすごいスピードで移動できる。いやー、なんて素晴らしいんでしょう。はい、こちらが、北海道を上から見た景色でございます。ザッツ、何もございません。まあ、でもね、生きるのには結構これぐらいの感じがね、最近いいんじゃないかなって僕思っておりますよ。最近ね、地元の札幌に、田舎帯広から帰ったんですけれども、なんかもう車も多くてね、ちょっと疲れちゃって、なんかちょっとやっぱり田舎慣れしてきたというか、田舎っていいよ。北海道のね、新千歳空港っていうのは、隣町がね、苫小牧っていう、もう港町になっておりまして、まあ、高度が上がりきる頃にはもう海になっております。こんな感じで下は海です。飛行機の中ではね、この僕の大画面、ギャラクシー Z Fold で映画を見て過ごしました。とっても快適。はい、新千歳空港からのフライトだとね、もう1時間もしないで、仙台に到着でございます。正確には仙台空港はね、仙台市の隣にある名取市っていうところにあるんですけど、仙台市も名取市もまあくっついてるようなもんなんで、こんな感じでね、新千歳空港から見ると、まだいっぱい住宅があるようなところにシューッと降り立てるという便利な空港でございます。トスンと落ちて、パカッと開いて、はい、到着。今日もピーチをご利用いただきまして誠にありがとうございました。おおきに。まあ、ピーチをはじめね、格安航空にはいくつか欠点があるんですけども、その中の一つは、降り口がとっても遠いっていう。まあ、十分でございます。歩けばいいんです。 Thank you ピーチ。欠点2はね、荷物をね、あんまり持っていけないっていうね。まあでもいいんです。お金を払えばいいんです。3000円ぐらいしたかもしれない。ここから、探知犬トレーニングなんてやってましたよ。なんかこれどういうことをするんでしょうね。めっちゃ褒められてました、ワンちゃん。その後、レンタカーのカウンターで、レンタカーを借りる手一人続き。です。レンタカー屋さんはね、5分ぐらいの場所に車で届けてもらいました。
このレンタカーの仕組みがね、まあ、タイムズレンタカーって日本の会社ではないのかな。なんかね、カナダの時にすごい似てました。自分でもピックアップして持ってくみたいなスタイル。カナダと違うのはね、見た目がちょっとね、綺麗すぎるんで、きちんと確認してから乗るようにというふうに言われました。変なところが、ボコボコとかね、ないかどうか乗る前、借りる前にきちんとチェックでございます。くるりくるり。いやー、なんだかすごいいい車当たりましたね。なんか、なんちゅうんですか、これ、ヤリスクロスか、ヤリスクロスっていうんですって。なんかもう見るからに、いかにももう、新しい車ですよ感がムンムンにするし、なんかハイブリッドらしいからね、燃費もいいだろうし、なんか、レンタカーにはめちゃめちゃいいんでないです？普通のヤリスよりもね、ヤリスクロスの方がほら背が高いから、なんか縁石にぶっかったりとかもなさそうだし、これはいい車が当たったな。今回のタイムズレンタカーすごい優秀でないですか、これ。さて、無事仙台に降り立ったわけなんですが、僕のふるさとは、隣の県福島なんで、ここから、福島に向かっていきたいと思っております。まあ、今回はね、なんせコロナの絡みもあるんで、念には念をということで、レンタカーを借りてね、交通機関を使わないで自分の車で行こうという算段でございます。いや、それにしてもいいね、レンタカー、これ。なんかもっと安い、一番安い金額のレンタカー、今回で言えばタイムズレンタカーだったんですけど、全然期待してなかったですけど、いや、これなら全然疲れないし、福島県までの道のりもね、全然快適に移動できちゃうんじゃないのっていう感じで、よかったなと。 なんかでも綺麗になったね、ここらも。なんかもっと、なんかそれこそ震災の頃とかはね、もうはちゃめちゃのはちゃめちゃだったけど、なんか綺麗になったもんですね。綺麗に整備されてて、文句なしでございますね。素晴らしいね、日本の再生力たるや、素晴らしい。まあ、高速走ってね、行こうと思ったんですけど、ETC カードをね、自分の車に置いてきたっていうのと、まあ、あと時間もあるんでね、せっかくだったら、下道をね、のんびりドライブしながら、福島県ね、川俣町の方を目指していこうじゃないかという、考えでございますよ。本当、家もね、綺麗な家が多いね、やっぱ最近建てられた家すごいね。なんか小ざっぱりしてるという言い方が正しいのかな。ということでございますね。こんな感じ、すごいなんか立派じゃない？しかもちょうど俺のギャラクシーフォールドがこんな感じでこう置くのにぴったりなスペースがあって、十分十分大満足。はい、無事福島県に入りました。ここは伊達市に当たるらしいです。いや、無事っていうかさ、多分地震の影響だと思うんだけど、 Google マップ全然当てになんなくて、もうなんか橋渡ろうと思ったら橋通行止めになってるし、もう今この阿武隈川っていう川沿いのすげえ細い道をずっとくね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 走ってるんですよね。この道正しいと思えないんだけどな。まあ、とりあえず福島に入れたからいいけど、ちょっと大丈夫って感じ、本当に。いや、かなり細い。今やっとこれ広めの道になったけど、もう車すれ違うのやっとみたいな道、阿武隈川沿いずっとくね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 走ってきたんだけど、参っちゃうね。で、気づいてみればさ、目の前走ってるこれ、なんだろう、ビッツかな？目の前ビッツかな？なんか、目の前走ってる車もさ、レンタカー、日本レンタカーでさ、多分同じなんじゃないかと思って、俺、この前の人も。空港からレンタカー借りるかなんかして、多分 Google ナビかなんかで、Google マップかなんかできっと走ってるんだと思うけど、多分絶対同じ目に遭ってんだよ。橋渡れねえとか。だって結局このくねくねロード走ってきたんじゃない？違うかな？ここが、なんだろう、国道っちゃ国道なのかもしれないけど、いやでもね、県道っちゅうのかい？これは。何なのかわかんないけども、とりあえずもう、くね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 行った。挙句にやっと、なんとか 福島県の方にたどり着きました。ここから、
隣町ぐらいかな。まあ、時間にするとあと1時間はかからないと思うな。40分ぐらい50分ぐらいそんぐらいで着くと思います。ちょっと見て、目の前右側、よくベニマル、懐かしい。福島出身の僕はね、イトーヨーカドーを知らなかったんですよね。このイトーヨーカドーのパクリなのか何なのか知らんけど、よくベニマルっていうのしか知らなかったんですよ。同じ色合いなのにヨーカドーじゃないの、よくベニマルなの、懐かしい。いやこれはもうでも福島が近いんじゃない？だってよくベニマルだもん。わあ、右側には後楽園ですね。後楽園が今度見えてきましたよ。後楽園はね、実はね、福島なんですね。へっへっへ。わあ、このやっぱ道幅感がね、全然北海道とは違うよね。普段北海道に住んでる僕からするとやっぱ本州ってこの道幅が狭いなーってすごい思いますね。でもこれもいいとこ悪いとこですよね。徒歩の分には道幅狭い方がなんかあんまり歩かなくて済むしいいなーなんて思うんですよね。北海道だともう道の幅が広いからもう徒歩になるとすごい歩く羽目になるんですよね。このなんかキュッてキュッてなってる感じはやっぱり本州いいなーって思います。後楽園、あ、そして奥にはミニストップ。なんか福島の人たちはみんなミニップって言うけど、どうなんだろう、これみんな全国共通っていうか、ミニストップって福島以外にもあるの知らないけど、なんか イオン系列的なあれだよね、確かね。そんなんだったような気がします。あー、やっぱ福島入ると一気になんか懐かしさを感じる感じになりますね。はい、無事川俣町到着。よかった、無事到着しました。ただちょっとね、まずは昼飯食いたいな。今1時半なんですけど、久しくというか朝ごはんも昼ごはんも食べてないわけで、ちょっとまず腹膨れてからおばばのお家に行こうと思います。うまそう、あっさりラーメンと海鮮丼、いいね。うまかった。これはね、下方タイプだね。これがね、イカがちゃんとあのゴロで開いてあってね、美味しかったです。はい、じゃーん。なんかね、地元の人はあんまり行かないような気もするようなニューシンカは僕初めて行ったんですけど、普通に美味しかったです。しかもね、あのセットがね、770円っていうのがすごい良かったですね。なんてお手頃なランチなんでしょう。ありがとうございました。美味しかった。はい、ということで、お昼ご飯も食べたし、あとはばあちゃんの家に行って、里帰り終了というところで。いやーね、田舎から田舎に来ると、これだけ里帰りもなかなか大変っていうね。まあただ今回は、車を使ったからね、ちょっとチート技だけど、レンタカーと自分の車が間に入ってるんで、まあだいぶ楽でしたね。これ交通機関で来ようと思うと、この川俣町バスしかないんで、鉄道がない町なんでね、なかなか大変ですよ。福島駅まで出てからバスに乗り換えてってなるんでね。もうなかなか大変なんですが、今回はチート技で車を使いましたんで、比較的楽に来ることができました。はい、ということでね、無事到着してよかったよかったということで、ここはあとまっすぐ行けばね、もうおばあちゃん家なんで、今日はここで終わりです。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあのー。こんにちは。あなんだよ、あんだ感じころって言ったのに。まだ行けたぞ。あー、生きてた。いらっしゃいで、お帰りと一緒だった。いや はい、今日はこんなに広いスタジオ。Amazon で売ってて、Amazon の方にハイテックプレミアムということで、
ほら、もう全然ちょうど今目の前に見えてるのが札幌駅。さあ、北海道ですよね。おー、すごい。うまそう。